バのほぼ最後の日、チアンクエゴスという町に来ました。ちょうどね、ハバナとトリニダードの間にある町で、まあ、トリニダードに近い町。そう、もともと来る予定なかったんだけど、急遽ね、一泊だけシエンフエゴ泊まろうってことでやってきました。そう、明日ね、ハバナに戻って、で、明後日にも飛行機で飛ぶからね、まあ、ほぼゆっくりできるのは今日がラストかな。まあ、暑いけど、ちょっとフラフラしよう。ちなみに今ここに見えているのがメインストリート、シエンフエゴのメインストリートです。って言ってもまあ、そんなにね、大きな街じゃないから。おー、壁の絵がすごい綺麗。この街はね、かなりモダンですね。あ、ATM ある。トリニダードとかビニャーレスとかと比べるとめちゃめちゃモダン。警察が止まってる。なんか事件があったのかな。ちなみに警察の車もね、めっちゃレトロか。キューバのショッピングストリートみたいなところを通ってて、ちょっと目の前にね、なんかお城みたいのがある。あれはなんだろう、なんか政府の建物っぽいけど。あそこまでちょっと歩いてみましょう。今ね、来てみたけど何かわからない。多分シエンフエゴスの市役所かもしれない。そう、私もそう思って。ちょっとここ広場みたいになってて、公園がある。ただね、やっぱ暑いね。暑いよ。日陰に行かないとね、死んでしまう。そうだよ。あのピアに来ました。キューバのモダンアート。これがキューバのモダンアートです。お、人もいる。ハロー、ホラー。本当だ、海に浮かぶなんだ、アート。あ、ピアノだ。ピアノが海に伸びてる。でかいメガネ。よいしょ。おいしい。チャイナ。ジャパン。ああ、ジャパン。5ドルって言われたけど、3ドルっていうふうに交渉したらすぐ OK です。意外と交渉ができるということで。今文化に着きました。30分待って。そうだね。 Can you wait? 20-30 minutes? Yes, wait there. OK、 Gracias。 行きましょう。ラ・プンタ、この、なんていう、まあ、特にね、これといって何があるかっていうと何もないんだけど、まあ、オープンバーがあって音楽が流れてて、まあ、陽気なキューバ人がいっぱいいる。はい、ハバナ、私たちはいるところ、ズームインすると先っぽが、これがシエンフエゴ、今いる街、先っぽがここというのが全然海じゃないよ。ここは海。はい、ちょっとゆっくりしましょう。ということで、また同じ運転手のお兄ちゃんに乗って家まで帰ります。ほい、行きましょう。はい、ということで今ね、ハバナ空港にやってきました。ハバナが終わりです。キューバが終わりです。今からキューバーから飛行機に乗ってボゴタ、どこの国でしょう。わかりません。コロンビアのボゴタに飛びます。キューバー終わってしまいました。2週間ぐらいかな。ハバナはね、旧市街に泊まったんだけど、その旧市街からこの空港に来るまでタクシーで来たんだけど、ハバナにもちゃんとしたね、ビル街というかスカイスクレーパーもあるよっていう。イメージ、今の日本人のイメージと全然違う。そう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 。なんかすごい60、70年前の家しか建ってないみたいなイメージとは違ってね、ちゃんとビジネス街も多分あって、ビルも建ってて、かっこいい街並みでした。意外とね、ツアーじゃなくても全然キューバの国内簡単に回れます。
まあ、なんで簡単かっていうと、まあ、カサっていうねホームステイに宿泊することになると思うんだけど、そこにね宿泊先のホームステイのお母さんとかねお父さんがめちゃくちゃ優しくて、まあ、次の町に行きたかったらその町までのコレクティーボっていう乗り合いタクシーを予約してくれるし、次の町の宿泊先のカサも、まあ、ネットワークがあってちゃんとねで電話でちゃんと予約してくれるから、まあ、自分でネットがなくても何も困らないっていう感じです。なので別に日本からねガチガチでツアー組んでこなくても、とりあえずハバナの、宿泊先の傘だけを、まあ、エアビとかでね予約しとけば、あとは来てから全然プランニングもできるし、まあゆっくりね回るっていうのが多分キューバに合った旅の仕方だから、まあ、フレキシブルに旅をしてみてください。キューバに来るときはいろんな綺麗な街がハバナだ。そうで俺たち結局ハバナとビニャーレスと、シエンフェゴスとトリニダード、めちゃめちゃ有名なビーチもあって、何だっけ名前、バラデロっていうリゾートの町があって、俺らは残念だからねそこは行ってない。まあでもねキューバで、まあ、カリブ海のねリゾートを楽しみたいっていう人ねバラデロもねチェックしてみてください。ってな感じでコロンビアに飛びます。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。そしてねモダンな高いビルとかもいっぱい建ってて、店が出ててフリマみたいになってる。うわめっちゃマリファナの匂いする。誰かマリファナ吸ってるね。